はい、こんにちは、レッドスノーノです。今回なんですけども、同時履行の抗弁点について解説いたします。ここ非常に重要な内容なんで、しっかり頭に入れていただければと思います。で、同時履行の抗弁点、これどういうことかというと、で、まず履行っていうのはどういうことかというと、契約するとその後義務が発生しますよね。その義務を果たすこと、約束をちゃんと守ること、これが履行なんですよ。例えば私があなたにお金を貸したというのであれば、あなたはお金を返す義務がありますよね。これは貸金契約っていう契約を行うことによって、あなたはお金を返す義務が発生します。その義務を果たすこと、つまり返済をすること、これが履行にあたります。で、同時履行って書いてあるので、この同時っていうのは私とあなたが同時に履行するって話なんです。同時に履行する。今の貸金契約については同時履行ではないんですけども、これからお話しする売買契約とかだと、これ同時履行の関係にあるんですね。例えば売主 A さんが物を持っていて、買い主 B さんがこの物を買いたいということで売買契約を締結しました。この売買契約を締結することによって、売主である A さんはこの物を引き渡す義務が発生します。で、一方で買い主はこの物を買ったわけだから、代金を支払う義務が発生します。この義務を同時に履行する、つまり同時に約束を果たし合うっていうのかな。 A さんは物を引き渡して、同時に買い主は代金を支払う、これを同時に行う、これが同時履行なんですよ。で、通常売買契約ではこの2つの義務っていうのは同時に行うわけなので、同時履行の関係にあるという言い方をするんですね。なので、もし売り主がこの物を引き渡さないというのであれば、買い主はじゃあ私も代金支払いませんよっていうふうに拒絶することができる、主張することができる、これが同時履行の抗弁権なんですよ。この抗弁権っていうのは、今拒否する拒絶するっていう言い方したんですけども、まあイメージはそういったイメージですね。逆に買い主が代金を払おうとしないというのであれば、売り主 A さんはこのじゃあ物を引き渡しませんよって拒否することができる、この権利が同時履行の抗弁権なんですね。ここまで OK でしょうか。で、続いてちょっと具体例として重要な部分をお伝えします。請負契約です。このちょっと請負契約を勉強してない方、ちょっと分かりづらいかもしれないんですけども、例えば私が建築会社だったとします。で、あなたがマイホームを建てたいということで、私建築会社と請負契約を締結しました。建築請負というものです。この場合、私は建物を作って、まあ、それをあなたに引き渡すわけですね。注文者であるあなたに引き渡す。で、一方で注文者であるあなたは報酬を支払います。建築業者に報酬を支払う。で、ここで考えていただきたいのは、建築業者、まあ請負人ですね、建築業者である私は請負人、請負人が目的物を引き渡すと同時に、注文者であるあなたは報酬を支払うんですね。ここが同時履行の関係なんですよ。請負人が目的物を引き渡す義務と、注文者であるあなたが報酬を支払うこと、これが同時なんですね。注意が必要なのが、目的物が完成、これと同時に報酬を支払うんじゃないよっていう話です。ちょっと流れを考えてもらいたいんですけども、建築業者は建物を建てて完成させます。その後あなたに引き渡しをしますよね。注文者に引き渡しをするっていう流れじゃないですか。つまり完成が先で引き渡しが後なんですよね。この流れが重要です。で、この完成と同時に報酬を支払う、ここが同時履行の関係じゃなくて、あくまでも引き渡しをするときと報酬の支払うとき、これが同時履行なんですよ。なので問題で目的物の完成と報酬の支払いが同時履行の関係にあるって書いてあったら、これは誤りだということなんですね。ここを注意しておきましょう。で、続いて敷金に関するところも重要なポイントがあります。
例えば私が建物の貸主であなたに建物を貸しました。であなたは建物を借りました。まあ通常敷金を預けますよね。で敷金預けてあなたは建物に住みます。で契約が終了します。その後あなたが建物を引き渡す、まあ、つまり建物を明け渡すっていう言い方もするんですけれども、建物を明け渡すのと私が敷金を返す、この二つの義務っていうのは同時履行の関係にないんですね。同時履行ではありません。あくまでもあなた貸主の引き渡しが先なんですよ。引き渡してもらった後に貸主である私は敷金を返したらいいんですね。この順番、ここ頭に入れておいてください。ここが同時履行ではないんだよって話です。つまり借り主であるあなたは私が敷金を返さないからといってじゃあ建物明け渡しませんって主張することはできないっていう話なんですね。ここが同時履行の関係じゃないわけなので、あなたは同時履行の公弁権を主張することはできませんよっていう話です。でこれなぜかというと、敷金っていうのは引き渡しまでの未払いの賃料だったりとか、まあ、建物の中を見て何か物を壊されていたというのであれば、そういったものを直す費用っていうものも敷金から差し引くことができるんですね。そういったものを差し引いて敷金は返還するんですね。ということは明け渡しをしてもらわないとわからないわけじゃないですか。建物の中がどういう状況なのか、全部借り主が荷物を建物から出した後じゃないとやっぱりわからないわけなんですよね。だから借り主の引き渡しが先なんですよっていう話です。もしこれを同時履行の関係にしてしまうと、明け渡しをして敷金返還しちゃいますよね。でその後貸主は中を見て、あれ借り主にこの部分壊されている、キッチン壊されているって言った場合、そのキッチンの修理費用を後から請求しなければいけないってことになっちゃうんですよ。そうなってくると敷金の意味ってないじゃないですか。敷金っていうのはあくまでもその修理費用とかも含めてその敷金から差し引くことができるわけなので、先に敷金返してしまうと意味がないんですよね。まあ、そういった意味からも借主の引き渡しが先で貸主の敷金の返還は後なんだよっていう話です。まあ、この内容すべてちょっと重要な内容なので、ぜひ頭に入れていただければと思います。そして最後に、弊社レトスは現在短期集中実用化アップ講座を開講しております。これまで勉強してきたけども実力がつかない、どうやって勉強したらいいのかがわからない、試験日までの計画が立てられない、わからない部分について質問がしたい、忙しくて時間がないけど今年絶対合格したい、もしそう思っているのであれば、短期集中実用化アップ講座であれば今お話した5つの課題すべて解決することができます。無理なく、無駄なく、効率的に勉強していくのが短期集中実用化アップ講座です。一緒に勉強して合格を目指しましょう。あなたの受講をお待ちしております。短期集中実用化アップ講座はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますんで、ぜひご確認ください。あなたの受講をお待ちしております。